チャラ雪です。はい、今回もね、やっと岩手に桜が咲きました。いや、いいっすね。今日はね、4月の何日だはい、今日4月の19日ですね。はい、はい、4月19日、やっと岩手に桜が満開になりました。はい、4月19日といえば、はい、うちの親父の誕生日ですね。はい、全然関係ないです関係ない話ですか。はい、はい、じゃあ今回はですね、1年前もね、この同じ場所で撮ってたんですけど、今回ちょっと、いろいろ機材を使って撮っていきたいと思います。今日はレンズ1本で 85mm ですね。シグマの 85mm とシネマディフュージョンフィルター CDF ですねのナンバーワンと、あと、85mm に今までやったことないんですけど、アダプターリングっていうのをつけて、前にも使ったあの角型フィルターの、ND をね使って撮っていきます。最初は、自然光でいつも通り撮って、で、しばらく自然光を撮ったら、今度は、このストロボ使ってね、ND の角型フィルターとストロボ使って撮影していきたいと思います。はい、では撮影の方行ってみたいと思います。レッツチャラ雪。85mm に、シネマディフュージョンフィルターね、ナンバーワンつけて自然光で撮っていきます。このね、桜の枝結構低くなってるんで、ここからね、ちょっとトンネルっぽくこう覗きながら撮っていきます。 F1.4 のレンズなんですけど、例えば開放 1.4 で撮ると桜がボケすぎるので、今回は F2.8 にして絞って撮っていきます。そうするとね、いい感じに桜も映ってきますね。花の形が分かるようになってきます。ちょっとローアングルで撮ってね。やっぱ CDF ね、入れたおかげですごいふんわり映ります。桜もね、見てるよりもふわっとね映って、女性撮るのにすごく適してますね。すごくいいですね。いやー、桜撮るのいいな。 CDF すごいわ。で、今の設定が、シャッタースピード500分の1 F2.8 の感度が50ですね。前ボケ使うね、鼻かしいてで、ちょっと垂れてる鼻使って撮ります。折らないようにね、ちょっとお鼻を借りて、よいしょよいしょ、レンズの前に置いて撮っていきます。三脚じゃないね、ごめんね。今回はね、この上から撮るためにね、アイタイムを使いますよ。僕の体重に耐えられるようになったんじゃないですかね。少し痩せたんで誰も聞いてませんねなんて冷たい人たちなんで、こんな感じに撮っていきます。あー、めっちゃいいね。今回ナンバーワン使ったのがちょうど良かったかもしれないね。で、桜のこのね、間から今撮ってます。風で揺れる。フォーカスの音も聞こえない。じゃあ次はさっきのレンズのまま CDFナンバーワン使ったままハード 0.6 ですね、使っていきます。で、さっきまでは桜撮ってたんですけど、白飛びしてね、桜の花がよく分からなかったんですけど、上にね ND つけたんで、これで桜の花しっかり映るようになってきます。で、ストロボを使わないと被写体が暗くなるんで、ストロボを使っていきます。ストロボなしで撮るとこんな感じですね。被写体暗い状態です。なのでストロボ入れます。ストロボ入れました。
はあ。なんだこんな感じでね、取っていきます。はい。で今設定がシャッタースピード200分の1、 F4 の、感度100です。ストロングパワーが1/4プラス7ですね。これだとね、背景も血を飛びせず被写体も暗くならないで、こんな感じに撮れます。ぼかさなくてもいい写真になっていきますね。こうするとね、桜もしっかり、出てきますね。ボケないで、まあ好みですけど、ぼかした方がいい人とかいると思うんで好みですけど、こんな感じでね、いい感じに撮れます。はい、じゃあちょっと撮ったんで、またね踏み台使いまーす。よいしょ、よいしょ、大丈夫。ちょっと上から撮っていきます。めっちゃいいね。で太陽の光ね、逆光気味ですね。逆光っていうか、まあほぼほぼ太陽ね、真上にあるんで、桜の花に当たるようにしてます。こんな感じですね。ストロボ使ったのと使ってないのと全然違う写真になってきます。じゃあちょっとバックして、よいしょ、転んだらいい絵になったんだけどな。そうすると時の部屋行って鍛えたんで大丈夫です。行くぞ。だいぶ太陽が出てきて、ちょっと設定がおかしくなったんで変えます。感度100から50、ちょっと環境に合わせて設定変えていかないと。あ、太陽またちょっと隠れてきたね。ちょっとね、ふわっと撮っていきますね。よいしょ、このまま撮っていきます。うん、いい感じ。風もね、いいね。まあ CDF の効果ちょっとね、桜にあんまり効いてないですけど、半分しかね効かないんでね、被写体側には効いてます。モデルさんの肌見ればわかると思うんですけど、だいぶ綺麗にね写ってます。ちょっと傘使いましょう。ストロボ使ったやつでこんな感じです。ああ、はいはいはい、うん、ちょっとね、傘使いましたね、傘あるのとないのね、どっちがいいかな。よいしょ、桜の前ボケもね、ボケすぎなくてちょうどいいっすね。あとね、上から撮るのがすごいおすすめです。ぜひやってみてください。いつものね、ローアングルとか同じ目線の視点よりもまたね違って、で写真がこういう風にね写ってくるんでおすすめです。よいしょ、お、ごめん、あ、危ねえ。はい、終わり、ありがとうございました。で、うちがブラックキーマなんで、昼飯代も出ないし、交通費も出ないし、何も出ません。はい、ではチャラい感じでね、撮影終了しました。はい、ではね、ちょっと写真見ていきましょう。はい、まず、自然光で撮った写真ですね。 CDF のナンバーワン使った写真が、はい、こんな感じですね。はい、で、まあいろいろね、前ボケとか使えたんで、結構ね、桜でも、まあどんな写真でもね使えるんですけど、桜だとね、より一層いい感じになるかなと思います。次ストロボの写真出していきます。はい、こんな感じですね。桜がね、白飛びしやすいんで、どうしても白い感じなんで、ピンクでもないか、白いんでどうしても白飛びしやすいんですけど、ストロボを使って撮影だとこうやってね、桜もしっかり出していけるかな、背景出していけるかなと思います。あとはね、今まであんまりやんなかったんですけど、踏み台ね使うとね、結構こんな感じで違う写真になると思うんで、結構おすすめなんで、持ってる方はね使ってみてください。桜撮影もこんな感じになります。ちょっと違う場所でも撮ってみたいなと思うんで、また次の動画でねお会いしましょう。ではチャレゆきでした。バイバイ。